チ声だからね。てくれる？何？ねえ、やめて。でもオナニーしたんでしょ、俺の。でも不発だったよ。不発？うん。いや、お前じゃいけなかった。いけなかった？やめてね、もう。でも、いけなかったって。でも、で、まあいいよ。一歩言うと、仮にいけなかったとしても、俺の配信聞きながら、マンコ触ってるのやばくない？どう思う？うん。それだけでやばくない？で、ちょうどその時の俺が、結構疲れてて、あ、いらっしゃい。あ、今日ちょっと疲れちゃって。こっちょ、低音ボイス系だったんだよ。低音ボイスで。好き？誰？お前。誰なの？俺も好きだよ、とか。こういう感じだったね。うん。ファミマもだ。タバコとカフェオレ買ってくるよ。みんな行ける？オナニーしようと思う。よっぽど好きじゃん。疲れちゃったなぁ。眉の相手してたら。カモネギ？まあいいや、利用されてても。頑張って好きになってみるよ。エスプレッソ買った。疲れちゃったね、よちよち。して、ゆきん、して。よちよち。よちよちが足りない。ちょっと、電話しよう。よちよちしてくれる？うん。お手本見せてあげて、まゆに。電話出てよ。電話出てよ。してくれないの？うーわ。喜んで電話出る。ユキンがもう電話も出ない。ユキンちゃんの名前だって声が可愛いじゃん。前に電話したら、ああ、何？もうテンション萎えちゃうよね。ああ、何？うん、でも雪に電話したら、お星様どうされました、よしよし疲れましたね、いい子ですね、よしよし今日も頑張りました、よくできました、運転気をつけてくださいね、優しいじゃん。バカにするとか癒されるんだよ、カーボだから。うん。ゆきんちゃん利用、アリちゃん嫉妬してる、もしかして。嫉妬しないでよ。ゆきんさん免シップ抜けたんですね。そう、抜けてるの？1万円の免シップ、バッチ外してる？抜けてないでしょ。外してるだけ？そうなの？なんで外すの？
名誉ある、大切にするよ。配信時間が増えてきてるでしょ。いや変わりたい。一度死ねば、もうタコさん NG ね、君。長年アンチも鬱陶しいから。さすがに死ねはなくない？ひどくない？てめえが死ねよ。お前。誰にも愛されないからって、なんだかんだ愛される俺に、いちいち言ってくるな。エマちゃんの妹。でもね、若すぎるからね。うん。やっぱ俺近い方がいい。